ハルレグ 7.2 ピクセルの新興再現です。今日は何でしょうか。今日はですね、まだお得な販売車が出ました。販売車、現役バリバリのね、車が出ました。どんな現役バリバリの車が出た。今日紹介する車はこちらです。あれこれトラックですか。まあ、ここも黙るハイエース。ああハイエースですか。ハイエースなんてうちあったんですね。うち、まあ、他のね部署もありまして、はいはい、そこではねこういったハイエースを使って現場まで行ってますので。そうなんですか、はい、それのまあちょっと今回入れ替えということでね、紹介しようと思います。じゃあこれ現場移動用の車用車として使ってたハイエースということで。そうですね、現場で使う道具なんかも積んで、まあ、あの現場に行って作業するという、ね、あそうなんですか、はい、ナンバーがね3101。この時はねまだね納車登録した時の年月日なので、はい、平成31年の1月に登録したものなので、まだ3年ちょい、はいはいはい、ちょっと経ったぐらいかなと思いますね。3年ちょいのハイエース、はい、売っちゃうんですか。売っちゃうんですね。いいでしょ。はい、めちゃくちゃシルバーでね、綺麗ですね。外見をちょっと見ていってみましょうか、はいはいはい、前から見るとすごい綺麗なんですけど、はい、小傷は若干やっぱりありますね。小傷ありますよね。やっぱり、ね、現場入ったりね、その現場の中に置いて、まあ、あの作業したりしてたんで、はい、若干ねこういった擦り傷、バンパーに擦り傷ね、はいはい、ちょっとこれ小石傷ですね。ポコンとね、ポコンと当てたような、当たったような傷がありますね、はいはいはい、まあ若干ここにねやっぱりミラーなんかもね、はい、ちょっとあの木とかね、はいはいはい、枝とかがちょっと擦ったんじゃないかなっていうようなちょっと擦り傷、はい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 、ありますね。なるほど。さあと擦れたよ、ね、あなんか木かなんかで擦った跡がありますね、うん、そうですね。これもなんかコンパウンドやったりとかね、はいはいはい、すればまあ目立たなくはなると思います。バンパーの辺りちょっと、はい、まあこれもちょっと塗装しますけど。ああ本当ですね。なんかちょっと擦ったようなね。はいはいはい。どうしてもね狭い現場出入りするから、そうですね、ちょっと当たっちゃうんですよね。貨物車なので4ナンバーということでね、はい、最大積載量が1150キロ、貨物車なのでね、いろんな荷物載せれますね。そうですね。でこっち運転席側の傷としたら、まあ、この辺りにちょっとね、はいはいはい、擦り傷みたいなのがねやっぱあります。はいはいはい、ですかね、はい、ただ大きいね、はい、あのダメージのある傷というわけではないみたいな、はい、遠くから見るとそんな分かんないですけど、近くで見ると傷みたいな感じですね。ライト部分、メッキ部分は綺麗けど、近づくとちょっと小傷があるみたいな。そうですね、やっぱり現場で使用してた部分、ね、はいはいはい、はい、ちなみにアンテナはちゃんとありますか。アンテナはねありますよ。まだ無傷です、はい。タイヤはねまだまだありますね、はい、溝、山、かなりありますね、ありますね、全然めちゃめちゃありますね、はい、はい、まあ、下回りはちょっとね、ただこの辺も綺麗ですよね、はいはい、下回りも綺麗ですね、はい、配管なんか下回りのサビはねないですね。ないですね。キャンプとかでもね、はい、使えますし、まあ、もちろん、ね、仕事して使うのも ありですからね。このツがタワーむちゃくちゃ乗るんで、大人気のやつですよ。カスタムするのにね、はいはいはい、こういったあの普通のハイエースを探してる方も結構いるんで、ね、はい、ハイエースってこれミラーがこんな感じで2つついてるんですね、トラックみたいに。そうなんですね、この前側ね、アンダーミラー、はい、フロントアンダーミラーと、はい、まあ、ガラスの中に窓がある。はい、これ自体は動かないんですよ、はい、ここの部分だけが開くと、開く窓なんだ。こうですね、横にスライドしますね。あ、横なんだ。はい、へえ。これはあのパワースライドではないので、手で手動で開けるタイプのドアになってます、はいはいはい。これはあれなんですか、そのグレードによって、それともモデルによって。まあ、グレードですね。結構上のグレードだと、はい、もうパワースライドドア。気になるちょっと内装の状態なんですけど、内装ね、ちょっと見てみましょう。やっぱりね、はいはい、荷物とか積んでたんで、めちゃめちゃ綺麗っていうわけじゃないんですが、使用感は、使用感はありますが、まあありますね、そこまでその痛みとか、はいはい、あんまり擦り切れてるっていう感じではない。補助的というか、まあ、はいはい、ただ荷台の方がね、はい、まあ、これがこう立って、はい、こうなりますからね、はい、はあ、はあはあ、はい、おお、こんな感じですね。やっぱ広いな。広いですね。広いな。自転車ぐらいやったら普通にバンバン乗るんですね。ああ、もう全然乗るですね、はい、え、ちょっと待って、後ろにミラーがついてるの。絶対こういったのはついてますね。へえ、はい、そうなんだ。これも後付けなのかな、まあ、ここにもうカーテンレールがついてるんで、はい、ビニールのをつけとけば、まあ、前だけ、ね、はいはい、あのエアコンを効かせることができるんで、はいはいはい、あ、そういう意味なんですね。そうそうそう、カーテンレールがあるっていうのは。そうそう、あの、うん、まだ全然ちょっと純正のマットにしっかりなんか模様が残ってるってことはそんなに擦れてないんで、はいはいはい、で一応ね、こうリアにもエアコンがついてますんで、はい、後ろの席の
はい、上上部ですね、はい、あそこにエアコンがついてますね、はい、このサイズの車ならではって感じのハイエース、いやすごいな、まあ、まあ内装なんかはでも本当もシンプルな感じでね、こういったボードでやってますから、使ってもいいですし、まあ自分の好きなようにね、カスタムで作っていってもいいかな、コツコツね自分で作っていくっていうのも楽しいですし、シート破れはないですね、破れはないです、はい、まだあの腰もあるし全然、やっぱほらトラックと違って毎日乗り続けるわけじゃなくて行き帰りなので、シートのへたりというか、うん、痛みがないですね、はい、お真ん中もこれシートになるんだ、そうです、前に3人乗れますね、あ3人合わせばこういうね台が、へえ、ね、こんな感じで台になるんだ、はい、内装はもうこういった感じですね、まあ、まあシンプルなんですけど、まあ、使い勝手がいいね、はい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 、でここがパカッと開きますんでね、うん、小物を入れて、ここまあオートマでね、はい、行けますし、こちらに ETC がついております。走行距離なんですけど、54,030km ですね、ハイエースはディーゼルなので、はい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 、まだまだあと10万20万とね走れる車なので、ちなみにまあこの車、はい、まあ、あの前席にね3名乗れます、はい、あと後席の椅子を上げるともう3名、最大6人ね、乗車定員になってます。ということでね、もう1台現場から終わってね帰ってきたばかりなんですけども、はい、うわまた綺麗ですね、綺麗ですよね、これも販売車なんですか、これも販売車なんです、さっきのとはね、はい、ちょっとまたこれグレードがちょっと上がってるんですよね、はい、さっきの、ね、シルバーだったんですけど今回白ホワイトね、はいはいはい、はい、2106ということでね、はいはいはい、これまあ去年ですね、え去年去年です、え去年買った、これ売っちゃう、売っちゃうですね、見た目、はい、外見も行きましょうか、綺麗ですね、はい、外見はシルバーのねアルミホイールもね、はい、入ってますし、いやドアノブなんかもねメッキが入ってますし、綺麗ですねこれは、ね、今傷を探してるんですけど、うん、傷がないですね、はいはいはい、そうですね、はい、当てたところもなさそうですね、ないですね、で積載量が、まあ、はい1トンね、すごいですね、ね綺麗でしょ、綺麗ですね、外観も綺麗ですね、本当にね傷一つないですね、はいはいはい、フォグランプもついてますね、はい、ここにフォグランプがついてます、両サイド、はい、メッキのグリルがついてまして、すごい綺麗ですね、めちゃくちゃ綺麗、5つ星ぐらいじゃないですか、はいはいはい、ね、見てみたいと思います、はいはい、まだ全然ね現場に乗っていってる状態なので、はいはいはい、はい、けどあれなんかシートがさっきと違いますね、またシートこれはねカバーをかけてるんですけど、はいはい、元のシートはねこういった感じの革っぽいね、こういうすごい、まだシートがしてますねこれ、はい、シートというかこう開けるのもったいないでしょうね、はい、開けるのもったいないでしょうね、綺麗ですね、まだ新車みたいな感じですね、本当ですね、めっちゃ綺麗、傷つけないように上につけない、そう、ね、これつけてるんですね、汗とかね雨とか、はい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 、中もこの辺もねあの木目調のパネルがしてあったりとか、はい、ああ本当だ綺麗だな、ハンドルも、なんかこう革とウッド、あれ革じゃないですね、高級車の、はいはい、革じゃないですよ、これ本当のステアリングですね、高級車っぽい感じがありますね、エンジンのスタートストップもこのボタンがね、はい、ボタンを押せば、はい、エンジンかかりますから、あそうなんですか、はいはい、ブレーキを踏んだ状態でこれを、はい、うわ押せば消えます、はい、鍵は持ってるだけです、あそうなんですね、はい、たまたかっこいい、ね、キラッと光りますね、これ一番右上は何ですか、あドア開いてますよっていうマークだ、そういうことですね、走行距離 12,257km、ブルー売っちゃうんですか、黒い、はいはいはい、ブラックウッドの、ね、パネルが入ってますよね、はいはい、これはすごいですね、オートエアコンが入ってますね、はい、ね、オートマチックシフトですね、はい、これはね、はい、パワースライドドアなんで、お自動で開く、自動で開くんだ、はい、はい、あまあ荷物はねまだ、まあ荷物はね、まあ、乗ってますけど現役の車なんで、シートもねまだこう、はいはいはい、ね、あシートもちゃんとシートカバーしてあるんだ、はい、汚れないようにしてるんですね、まだこうすごい手触りがすごくいいです、はいはいはい、
またすごく綺麗に使ってますね。綺麗ですね。もちろん上にねエアコンもついてますし、はいはいはい、貨物車とは思えないぐらいのね、あの、はいはいはい、後部座席ですね。普通 ね、もう貨物車はペラペラなんですよね。ベンチみたいな感じなんですけど、ね、はいはいはい、これしっかりクッション性がありますし、はい、うん、ヘッドレストもこうついてますからね。これは綺麗ですね。ちょっとね荷物がまああのいろいろ乗ってますけど、はい、はいはい、後ろちょっと荷物がねすごい乗ってますからね、はい、後ろも荷物乗ってますね。はいはい、ドアつくとこういう感じですね。はいはい、はい、ですけど下にちゃんとシートを敷いて、そうですね、これは全然、はい、あの掃除してしまえば、はい、綺麗になると思います。うひょー、うわー、ライトもねすごい明るい、うわーすごい、ライトが入った、うん、HID、 なんかライトも高級感があふれてる。いやー、これはすごいですね先輩。超目玉車だと思います。はい、高いでしょうね。あの、はいはいはい、ハイエースが、ね、落ちない場所ですからね。そうなんですね。ETC はこれついてるんですか？ ETC はついてます。バックカメラついてるんですか？バックカメラもついてます。あ、そうなんですね。はい、はい、ということで、今回ハイエース2台、はいはいはい、しました。先輩これもったいないですよ。ですよね。なのでね、まあ、はい、こういったものは本当にもう現車限りなのでね、はい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 、早い者勝ちっていう感じになると思いますので、まあ、いい値段はするでしょうけどね、はい、気になった方はもう本当にね、はい、早めにあの問い合わせしていただいたらと思います、はいはい、会社の方にね連絡していただいて、はい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 、現車確認もね、はい、してもらえたらいいかなと思います。うちのドライバーでもいくらで売ってくれるんだっていうドライバーさんがいましたもんね。自家用にね欲しいとうの言う人もいますから、ね、ドライバーが、ね、あれいくらなんですかってね、言われてたみたいな、はい、2台目はこちらになりました、はい、そしてこのハイエースなんですけど、はいはい、やはりねあの、まあ、うちからまあ直接ねお客様に行くということで、はいはい、まあ、中間のね業者が挟んでないので、はいはい、その分ねお得だと思います、はい、気になる方は概要欄のねリンクからねお問い合わせしていただければいいかなと思います。お買い得車がどんどん出てきますから、その度に、紹介していきますので、またぜひお楽しみにしておいてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。